見てください、この立派な駅舎。皆さんこんにちは。今日は2023年1月15日日曜日でございます。私はね、今ね、東武スカイツリーライン浅草駅に来ております。で、これ今回なんですがね、今回はね、この浅草駅からね、これ久喜駅までね、特急リバティ両毛号に乗っていきたいと思います。で、これ今回ね、これなぜね、これリバティ両毛号に乗るかってことなんですかね。このリバティ両毛号っていうのはね、これね、多分そうだと思うんですかね。この東京都、まあ、この首都圏を走る特急の中でね、多分ね、こう一番ね、こう両数が短いね、こう特急編、あ、特急とね、なっていてね、その両数っていうのはね、こうなんとね、こう3両編成、いや、もうこれプラレールやんって、そんな感じなんですがね、これね、多分ね、これがね、特急と、首都圏を走る特急としてね、これね、最短、これ一番短いですよね。これ以外にね、まあ、3両編成以下、だからこう2両編成とかね、こう1両編成とかの特急がね、首都圏に走って、ではないと思うんですかね。多分ね、これね、あの首都圏でね、こう一番短い特急だと思うんですかね。今回はね、そんな特急リバティ両毛号に乗っていきたいと思います。でね、皆さんよろしくお願いします。そして私はホームまでやってきました。そして奥からやってきた列車が今回乗車する特急リバティ両毛号、車両は東武の500系です。東武では他にリバティ〇〇ってつく列車としてね、リバティ華厳やリバティ絹っていうのがいるんですかね。このようなリバティ〇〇ってつく列車にはね、すべてこの500系が充当されます。いや、そして列車の入線速度がこれなかなか遅いんですかね。これっていうのは後でお見せしますが、浅草駅の手前にとんでもない急カーブがあるからなんですね。そのため特急列車であってもめちゃくちゃゆっくりと入線します。いや、それにしてもこれ500系かっこいいな。私今までこの500系ってあまりちゃんとは見たことなかったんですかね。いや、これなかなかにかっこいい。まあ、では早速乗っていこうと思うんですかね。これ面白いのがね、この浅草駅の3、4番線っていうのは特急専用ホームとなってるんですよ。だからこれ3、4番線に入るには特急券を持ってなきゃ入ることはできないんですよね。まあ、これっていうのは規制乗車対策ってわけですがね、こういうことをしてる鉄道会社っていうのは結構少ないんじゃないですか。これ JR とか普通に特急専用ホームにも乗車券だけ入れてしまいますからね。そして今回乗車するのは特急両毛13号赤城行き。東武スカイツリーラインの特急っていうのは主に2方向の方に行く特急があります。一つが日光や鬼怒川温泉など栃木県の方に行く特急。そしてもう一つが今回私が乗車する両毛のように群馬県の方に行く特急なんですね。さっきちょろっと話に出したリバティ華厳やリバティ絹っていうのは栃木県の方に行く特急です。で、今回このリバティ両毛13号っていうのは3両編成という短い編成での運転なわけですかね。これっていうのはこの500系自体が3両編成で1セットだからなんですよ。だからリバティ華厳やリバティ絹っていうのも3両編成なんですかね。ただリバティ華厳やリバティ絹っていうのは途中まで並結して走ることが多いんでね、都内を3両編成で走るのはこのリバティ両毛が多いんじゃないかなと思います。いやー、そしてこれやっぱ短いですよね。これ3両編成という編成自体、これ特急としては結構短い方なんじゃないかなと思うんですかね。それがこれ東京都内で走ってるというのはなかなかすごいですよね。そしてこれは浅草駅名物のステップ。この浅草駅はホームの半分ぐらい急カーブに面していて、列車とホームの間が結構空いてるってことでね、ドアが空いてる時はあんな感じにステップが用意されるんですね。そして今回私の座席っていうのは1号車1番 D 席、1番 D 席こっちか、ここですね。これ発車までまだしばらく時間があるんですが、早速着席。そしてこれ座り心地なんですが、結構これ快適ですよ。そして今回私が取った席っていうのが一番出席で、これ一番後ろの席ではないんでね。まあ、これリクライニングを倒すときはちょっと後ろの人気にしなきゃいけないとかっていうのはありますがね。今回確かこう後ろの人来なかったんじゃないかなと思うんでね。結果的にはリクライニングも気兼ねなく倒すことができました。まあ、ではこれ発車する前にいろいろ紹介しようと思うんですがね。これまずはこれテーブル。これ一番前の席なんでね、テーブルっていうのは壁についてるんですね。これっていうのは JR の特急とかと同じ構造。ただテーブルっていうのは中継のところにも搭載されています。まあ、こんな感じですね。まあ、ただこっちのテーブルっていうのは結構ちっちゃい。これ飲み物が置けるかなってぐらい。まあ、だからこっちのテーブルを使う人っていうのはそんなに多くはないでしょうね。ということでテーブルは閉まっておきます。そしてこれここにコンセントがあってね、そしてその横にリクライニングのボタンがあるって感じですね。まあ、でもリクライニング倒したら結構これ快適でしたよ。まあ、そんなにこうリクライニングがこう倒れるわけではない。まあ、こんだけしか倒れませんからね。そのめちゃめちゃ深く倒れるわけではないしね。座席っていうのも固めなんですかね。これ座席の形が結構良かったですね。まあ、ではお客さんが少ないうちに車内を移しちゃうと思うんですかね。車内っていうのはこんな感じ。いや、これ車内の雰囲気も結構いい雰囲気ですよね。そして列車は浅草駅を発車。まあ、では今回は途中の久喜まで乗っていきたいと思います。そしてさっきも言いましたが、浅草駅は出てすぐに急カーブがあるため結構ゆっくりと発車。あ、そしてこれ反対側の方がカーブがよくわかるかな。そしてこっちを見たらわかると思うんですが、これもう少ししたらわかるんじゃないですか。そしてこれわかりますかね。これなかなかに急カーブだってことがわかるかと思います。でもこんなのまだまだ序の口。この先もっとカーブも曲がりますよ。これ地図を見ていただいたらわかると思うんですかね。浅草駅を出発した東武の電車っていうのはほぼ直角に曲がるんですよ。これっていうのは浅草駅に平行に流れる隅田川を渡るため。いや、でもこんな曲がり方する路線普通なかなかないですよね。そしてすごい、この列車3両しかないのに後ろにグネーンって曲がる車両を見ることができます。いや、これ10両とかでこういう光景が見れるんだったらまだわかりますかね。これ3両でなかなかこういう光景見れませんよ。ほんとこれ長さもプラレールみたいで
ですかね。走り方もプラレールみたいな走り方をします。そしてちょうど対向に浅草駅の普通列車が来ましたかね。普通列車っていうのは6両編成、まあこのリバティ両毛よりかは長いですかね。でも首都圏の普通列車としては結構短めですよね。これっていうのは浅草駅があんな構造をしてるんでね、6両よりも長い列車っていうのは浅草駅に入れることができないんですよ。だから多分東武たちも本当は10両とかの列車を入れたいんですかね。それっていうのは構造的にどうやってもできません。そして列車が今渡ってるのが隅田川、奥には東京スカイツリーも見えます。まあ今回は天気が曇りだったんであれですかね。これ多分晴れてたらもっと綺麗に見えるんじゃないですか。いやでも本当これ東武らしい光景ですよね。いやそれにしてもまだ全編成がカーブを抜けきってないのか、列車は全然速度を上げませんね。でもだからこそ景色をゆっくり見ることができます。これ有名な話ですがね、ここって春になると桜がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。これお花見用の臨時列車が運転されるぐらいで、その臨時列車にこの間乗ってきてその動画っていうのも出してるんで、よければ見てほしいんですかね。そういうお花見の時期とかに列車に乗ってお花見をするっていうのもいいと思いますよ。そのお花見用の臨時列車っていうのは途中橋の上で停車してくれるんですかね。そうじゃなくても元々減速運転をするんでゆっくりお花見をすることができると思います。まあ今はお花見を例に話しましたかね。あそこに関しては年中景色が綺麗なんでね、皆さんもぜひ乗られた際は景色を見てみてください。そして列車は1つ目の停車駅、東京スカイツリー駅に到着。名前の通り東京スカイツリーの麓にある駅です。この駅は前までは一面2線の島式ホームだったんですかね。これ確か少し前に上り線のホームが少し移動されたんですよね。今回これ狙ったわけではないんですかね。たまたま動画撮影日っていうのが上り線のホームが移設されてから数日後だったんでね、まだ島式ホーム時代の面影っていうのも結構残ってましたよ。そしてすごい、東京スカイツリー高すぎて上がまともに見えないよ。高さ634メートル、武蔵。まあこんなに高いんで東京に住んでたら結構見る機会っていうのはあるんですかね。ただなかなかこんな真下で見上げることってないですよね。まあこれは私がこっちの方あまり来ないからっていうのはありますがね、結構これ真下から見上げるのは新鮮ですよ。動画でも東京スカイツリーが見えますねって紹介したことは何度もあると思いますがね、こんな真下から見上げた光景を見せたことってあまりないですよね。てか多分これ今回が初めてなんじゃないかな。まあ個人的にですか、あまり見ない光景だなと、そんな感じ。そして列車は東京スカイツリー駅を発車。そしてこの向こう、これホームがあるのがわかると思いますかね。これ上り線のホームっていうのは向こうに移設されたみたいですね。つい先日使用開始されたばかりの出来たてほやほやのホーム。私も実は浅草に来る前に別の動画の撮影で一回あそこのホームに降り立ってるんですかね。やっぱこれ出来たてってことで綺麗でしたよ。あーでこれなんでホーム移設したのかなってずっと疑問に思ってたんですかね。これなんか高架みたいになってるってことは、もしかしてこの辺高架にするのかなってことはわかりませんが、私が今知ってる線路っていうのも今後高架化されるかもしれないんでね、もしそうだとしたらここを走れるのは今のうちですね。すいません、私も全然東部のことは詳しくないんでね、まあもし間違えてたことを言ってたらコメント欄とかで訂正してくれるとありがたいです。そしてここで東京メトロ半蔵門線方面からやってきた線路、それから亀戸方面からやってきた東武亀戸線が合流。まもなく列車は引き船駅を通過いたします。いやでも引き船は乗り換えとしての需要は結構ある駅なんですかね。特急っていうのは全列車通過するんですね。まあ日光、鬼怒川とか赤城の方からやってきて半蔵門線の方に来た人は北千住で乗り換えるってことでしょうね。まあただ引き船よりも先は半蔵門線直通の急行っていうのが走っていてね、急行っていうのは引き船北千住っていうのはノンストップなんでね、まあ特急との乗り換え駅が北千住であってもそこまで不便じゃないのかなと思います。お、そしてちょうど向こう、この先半蔵門線、そしてさらにその先東急田園都市線に直通する急行列車がやってきましたがね、あの列車っていうのは10両編成なんですよ。そう、この先は半蔵門線直通の10両編成の列車が走るようになります。そしてあれからしばらくやってきたんですかね。ここで列車は一瞬荒川と沿うような形で走っていきます。これ車窓を見ていると明らかに土手みたいなのが見えてくるんでよくわかります。それにしてもこの辺では東武スカイツリーラインっていうのはすごくぐねぐねと走っていきます。この辺には隅田川、荒川、そしてさっきの地図には映ってなかったですが江戸川など大きな川っていうのがたくさんあるんでね、そういうのが関係してるんですかね、わかりませんが、この辺っていうのはカーブが多い区間となっています。そしてあれからしばらくやってきて列車はまた結構大きなカーブを曲がってるんですかね。まもなく列車は北千住駅に到着いたします。ところで今回この列車、これ東京都内なのに3両編成という短さなんですかね。これ困らないのかってこう疑問に思われますよね。で今回この動画を撮ってるのは休日の日中なんですかね。とりあえず現時点での混雑率っていうのは結構ガラガラだったんですよ。さすがに1両だとやばいかもしれませんが、2両ぐらいあったらこと足れるんじゃないかってぐらいガラガラだったんですよ。しかしこの3両編成のリバティ両毛号っていうのは満席頻発、輸送力がギリギリの状態なんですよ。そのため2023年3月18日のダイヤ改正では6両編成で運転される列車っていうのが増えたみたいですかね。とまあそんな感じに3両編成のリバティっていうのは結構やばい状態なんですよね。でこれお客さんが乗ってくるとしたらこの北千住なんですよ。っていうのもこの列車の始発駅っていうのは浅草なんですかね。浅草って結構東京都心からは行きにくいところにあるんですね。だから東武の特急に乗る人っていうのはね、 JR とか地下鉄で北千住まで来てね、そして北千住から東武の特急に乗るって人が多いんですね。だから乗ってくるとしたら多分この北千住からだと思うんですかね。これお客さんっていうのはどれくらい増えるでしょうか。そしてこの北千住駅、面白いのが下りの特急列車っていうのはね、普通列車が発着する1番線っていうのは通過して奥にある特急専用ホームに到着するんですよ。そして例のごとく特急専用ホームには特急券を持った人しか入れないようになってるん
ですね。また特急ホームがない中規模の駅とかだとね、これ一部のドアしか開けずにそこに駅員さんが立って乗車前に特急券を確認するっていうね、前まで走っていた JR の湘南ライナーみたいな方法が取られてるんですよ。いやだから東武の特急っていうのはね、特急券を持ってないやつは列車に乗せないって方法を取ってるんですね。いやこれ JR の特急とかだとね、特急券を持ってなくても列車に乗ることはできるけどね、でもそうすると車内料金って言って割増しの特急料金を取られるってことをしてるんでね、こういうところは本当鉄道会社によって違ってて面白いなって、そんな感じですよね。そして列車は北千住駅特急ホームに到着。おお、そしてこれ結構人待ってますね。そして皆さんこの列車に乗られるみたいです。これは一気に乗車率が上がるんじゃないですか。そしてあの後列車はお客さんを乗せ終え北千住駅特急ホームを発車。これ車内は満席とはなりませんでしたがね、でもやっぱ一気に乗車率は上がりましたね。まあでも今回私特急券普通に直前で買えたんでね、まあまだ少し的には余裕はあったのかなって、そんな感じですかね。そしてこの列車の次の停車駅っていうのは東武動物公園。この先特急が止まるような主要な駅として途中に春日部があるんですがね、春日部っていうのは栃木県方面に行く特急っていうのは停車するんですがね、群馬県方面に行く特急っていうのは通過するんですね。逆に東武動物公園には群馬県方面に行く特急っていうのは停車するんですがね、栃木県方面に行く特急っていうのは通過するんですよ。だからその辺っていうのはうまく住み分けがなされてるんですね。そしてここで列車っていうのは高架に上がっていきます。そしてここでまた合流する線路があるんですがね、この線路っていうのは東京メトロ日比谷線方面からやってきた線路。北千住から先はさらに日比谷線方面からやってきた列車も直通運転をしてるんですね。そのためこの先は本数がさらに増えるってことでね、この先北越谷まで東武スカイツリーラインっていうのは複々線となっています。内側が観光線で外側が急行線、遅い列車っていうのは全部内側線を走ってくれるんでね、特急列車っていうのはこの先バンバンぶっ飛ばせるんじゃないでしょうか。そして列車が今渡っている川は荒川です。そして列車が今通過している駅は西新井駅。東武第一線と乗り換えのできる駅なんですかね、ここで初となる前を走っていた普通列車を追い抜かします。そして荒川しばらくやってきたんですがね、ここで線路が高架線になりました。かつてこの近くには開かずの踏切がありね、それを解消するためにこの辺が高架化されたんですね。それにしてもこの辺の高架化が完了したのって割と最近のことなんでね、これかなり綺麗な高架となっています。そして間もなく列車は竹の塚駅って駅を通過するんですがね、これ面白いのがここっていうのは下り急行線のみ他の線路とは少し離れたところを走るんですね。いやこれなかなかね面白い構造をしてるなと、そんな感じ。そして今向こうに見えた駅が竹の塚駅ですね。そして荒川しばらくやってきて列車は埼玉県に入りました。そして今通過している駅っていうのは草加駅。草加せんべいで有名ですよね。この駅っていうのは急行も停車する割と大きな駅ですかね、特急っていうのは当たり前のように通過。そして荒川さらにやってきて列車は先ほど北越谷を通過したところなんですかね、北越谷を出ると線路っていうのは伏線になるんですね。北千住から続いた伏線っていうのも北越谷で終わりです。そして列車はまたどっかの駅を通過しましたかね。これ列車っていうのは伏線になった後でも結構いいペースで走っていきますね。まあこの辺っていうのはさっきの北千住とかの辺と比べると多少列車の本数っていうのは少なくなってるんでね、伏線でもまあまあスピードを出せるってことでしょう。お、そしてこれ対向列車にも特急両毛が来ましたね。対向列車っていうのは旧型車両の200系、これ私が今乗っている新型車両500系で運転されるリバティ両毛っていうのは3両編成で運転されることが多いんですがね、旧型車両200系で運転される特急両毛っていうのはね、全列車6両編成での運転となってるんですね。そして間もなく列車は春日部駅を通過いたします。東武アーバンパークラインとの乗り換え駅。栃木県方面に行く特急っていうのは停車する駅ですがね、群馬県方面に行く特急っていうのは通過するんですね。いやでもこの春日部といったらクレヨンしんちゃんで非常に有名ですがね、クレヨンしんちゃんのアニメでは春日部駅ってそこまで大きな駅として書かれてる感じがしませんがね、これ実際は春日部駅ってかなり重要な駅なんですよね。東武スカイツリーラインの他にも東武アーバンパークラインが乗り入れてますしね、また一部の特急が停車するわけですからね。いやこれ実際はかなり大きな駅となっています。そして列車が今から通過する駅は春日部の一つお隣北春日部駅。そしてこの駅では前を走っていた普通列車を追い抜きます。そしてこの北春日部駅には隣接して車両基地があります。そして向こうに見えるのがそうですね、主に東京近辺で走っている列車が所属しています。また東武スカイツリーラインの車両の他にも東武亀戸線や東武第一線の車両っていうのもここの所属だったような気がします。そして間もなく列車は東武動物公園駅に到着いたします。そしてこのモニター結構詳しく案内してくれるんですね。いやこれなかなかに分かりやすいですよ。そして列車は東武動物公園に到着。この駅に関してはさっきの春日部とは逆でね、日光方面に行く特急っていうのは通過するんですが、群馬方面に行く特急っていうのは停車するんですね。そしてこの東武動物公園より先くっき群馬方面に行く列車っていうのは引き続き東武伊勢崎線を走っていくんですかね。南栗橋日光方面に行く列車っていうのはこの先は東武日光線を走っていくんですね。だからこの東武動物公園駅は東武伊勢崎線と東武日光線が分岐する駅となっています。また日比谷線から直通してきた列車はほとんどがこの東武動物公園止まりとなってますよね。そして列車は東武動物公園駅を発車。そしてふと思ったんですかね、今回まだ車内放送をお聞かせしてなかったんでね、これ今更ですが車内放送をお聞かせしたいと思います。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は特急リバティ両毛13号赤城行きです。次は久喜に止まります。全車両座席指定となっております。指定の座席以外にお座りのお客様には特急券の確認をさせていただきます。
Welcome aboard the Rimichi Ryomo Limited Express bound for Akagi. The next stop is Kuki. Your tickets may be checked.とまあ、車内放送はこんな感じ。まあ、では、茎まであともう少し乗っていきたいと思います。いや、そして東武動物公園を出ると随分景色がのどかになってきましたね。東武動物公園までは割と住宅街って感じだったんですかね。東武動物公園を出てからなんか一気にのどかになったような気がします。そしてもう列車は茎に着くってことで私はデッキに出てきました。そして私ちょうどトイレの前にいるんですかね。これすごい。トイレの前のところに窓がありましたね。これだったらトイレ待ちの時も少し気を紛らわすことができそう。そして列車は茎駅に到着。まあ、では私はこの駅で降りたいと思います。そして私は茎駅で下車。いや、そしてやっぱこれリバティかっこいいですね。まあ、では最後にここまで乗ってきた列車を見送って動画を終わりにしたいと思います。いやー、やっぱこれ3両編成短いですね。こんな短さの列車首都圏じゃなかなか見られませんよ。あんな列車が東京都、ましてや23区内にやってくるっていうのはなかなかすごいと思います。まあ、では今回は東京都を走る特急の中で一番短い列車、東武鉄道の特急リバティ両毛に乗ってくるっていう動画だったんですがどうでしたか？いや、ほんとあんな短い特急列車東京都じゃなかなか見られないんでね、これすごい新鮮な光景でしたね。これダイヤ改正後っていうのは6両編成の列車が増えたため3両編成の列車っていうのは結構数を減らしてしまったんですかね。ただまだ3両編成の列車っていうのは残ってるんでね、もし興味を持たれた方はぜひ今度乗りに行ってみてください。まあただ一つ言うとね、これ3両編成はおろか、6両編成になっても発車直前じゃ満席ってことも結構あるみたいなんでね、切符を取る際は十分注意してください。まあではこの動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。じゃあね、この動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。